リゾートエクスプレス U。リゾートエクスプレス U は、東日本旅客鉄道、JR 東日本が1991年から2018年まで、保有していた、鉄道車両、電車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。当編成の電源車として、同時改造された、マニ52186についても、本校で解説する。 JR 東日本東京地域本社と水戸支社で共通使用するジョイフルトレインとして1991年にサロ183型189系481型を種車に4両が大井工場で2両が大船工場で改造されかつた電車区に配置された編成番号は K30 また非電化区間への直通運用を考慮し 50計客車の荷物車から専用電源車への改造も施行された。1998年に内装を和式化し、引き続き常磐線系統を中心に各種の臨時列車、団体専用列車に使用されていたが、2018年9月6日に廃車となった。本節では落成当初の車両使用について記述する。車から採用されたのは空気ブレーキ装置。 電動発電機、MG、空気圧縮機、CP、連結機等の一部部品のみで、車体は同時期製造の651系電車をベースにした、裾絞りタイプの普通構成であり、東急車両製造で申請された。履歴傍上は、余剰グリーン車からの改造名義ではあるが、事実上申請に近い。制御装置などの走行機器に485系の、 廃車発生品が使用されたことと3電源。対応者であることながら485系の形式番号が付与された。側面窓には大型の連続窓が採用された。車両前面はセンターピラーの幅を広げた上で縦長の伝承式ヘッドマークとした。センターピラーの下には縦型二等式の全照灯を設置し、その両側に微等圏用の LED 標識灯を配した。 終電装置、パンタグラフは、モロ484に一機搭載するが、中央東線などの強小トンネル断面線区へ入線可能とするため取付部分の屋根を一段、低くしたほか、新越本線、横川軽井沢間を通過するための通称、横系対策も施行された。MGCP は、重量均等化の検知から黒484型。 サロ485型に搭載している。水戸鉄道管理局時代から運用されてきた和式客車スロ81系、スロフ81系、触れ合いの後継編成であると同時に、首都圏のジョイフルトレインの新しいシンボルとして、コンフォートクオリティを目指した。電源車を除いて、全車両がグリーン車扱いである。外部色は、フュージョンベージをベースカラーとし、 窓周りにフィロスブラウンを配し、窓状にアクセントとしてペパーミントグリーンのピンストライプが入る。1号車、6号車、乗務員室の後部にはフリースペースの展望室とし4人掛けのソファーが配された。この部分の側面に高さ 930mm、幅 2240mm の大型窓を配した。 客室内は通路を片側に寄せた上で一人掛けと二人掛けを千鳥式の配置。座席は45度刻みで360度回転が可能なリクライニングシートとなっており、座席の向きを変更することにより様々なレートを構成することが可能である。2号車、3号車、5号車。客室内は一人掛けと二人掛けの座席を二列から一列の配置とした。 座席は1号車、6号車と同様とした。4号車、本車両は定員外のフリースペースとしてフロアとドーム室で構成されている。フロア部分にはステージ、サービスカウンター、AV コントロール室が設置され、走るディスコという演出を行った。壁面には合計10脚の折りたたみ座席、ジャンプシートが設置されている。ドーム室は、 サービスカウンターの脇から階段を上るように設けられ、一人、崖、リクライニングシートを10脚配置している。ドーム室の照明は、足元のみ、フットライトとして、夜景の干渉に配慮している。水軍船など、非電化区間直通運転時のサービス、電源供給用電源車として、大宮工場で、マニ52186を改造した。鉄道ファンからは、 通称、ユーマニと呼ばれる、水軍船営業所に配置されていた、改造の内容を以下に示す、相当連結機、電源供給設備、ブレーキ読み替え装置の機能を活用できることから、配給輸送、配車回送など、電車編成を機関車で牽引する際の控え車としても、頻繁に使用されていたが、2018年、平成30年7月26日に、 長野総合車両センターに改装された。90年代観光振興行動計画に基づく、栃木、群馬観光立県推進地方会議の視察団が利用する臨時列車、臨時特急ほのぼの号が1995年5月12日に、新越本線中、軽井沢高崎間で運転された際に、造三号車として、長野総合車両所のサロ489-1051を、 優と同色に塗り替え、編成に組み込んだ。常磐線を、主とする、臨時列車、団体列車で多く運用されていたが、過去に、シュプリュー白馬号として、大井と千南小谷駅に入線した実績もあるほか、東北、上越、甲信越など、JR 東日本管内の広範囲で使用されていた。後年の輸送事情の変化により、1998年に、 お座敷車両への再改造が行われた。外観や名称の変更はなく、4号車の定員外スペースは従前のままとされた。福島デスティネーションキャンペーン開催に合わせて2015年4月4日11日に臨時快速列車、つながる福島号、横浜駅岩木駅間、上野東京ライン経由が本系列で運転される予定だか。 運用上の課題を理由に651系に変更された。2018年9月5日に長野総合車両センターに改装され、翌6日付けで廃車となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。